ボンジュール船長、ボンジュール船長、なんだ、なんだ、あらくれだ、船長、まだですか、船長、まだですか、目的地は。おー、見ろ、お前、遥か彼方、先に、伝説の島、そしてそこに、伝説の秘宝がある。これから俺たちは、その秘宝を手にして、大金持ちになるぞ、いいな。おー、大金持ちになるぞ。おい、ジャパか、掃除はしたのか、ちゃんと。そんな下っ端なの。そう、隅から隅まで言われた通りやりました。よし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 、いいな、いいだろ。あ、ジャスミネ、はい、何だ、お前の一番前、見ろ見ろ、前の島を、はい、はい、見ろ見ろ。まだ何も見えません。よし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 。あー、あとは、あー、誰にしようかな。あー、ドムくん。はい、店長、飯はまだか、飯は。今作ってきます、船長。人使い荒いな、船長、人使いが。ひでえな。ひでえ船長だ。船長、やっと着きました、船長。船長、どうやらこの島に伝説の秘宝が眠っているらしい。よし、みんなでそのお宝探しに行こうぜ。おお、船長、なんか来てます。船長、後ろの船長、船長なんかいます。船長、助けて。船長、行け、逃げろ、船長、逃げろ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 。船長、船長、頑張って、船長、頑張って。行け、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 行け。逃げろ、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 逃げろ。チレ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 、船長を上げるなんて。なんか見ないと悪くないと、俺が叩かれて。いやいやいや、船長、気をつけてください。逃げろ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 。ちょっとみんな、どこ行ったー。あれ、海賊として秘宝を求めて無人島へやってきたドズル社メンバーとカラピチメンバー10人。島に到着してすぐに同じく秘宝を狙い、先に島に上陸していた他の海賊たちに襲われてしまう。逃げているうちにドズル、ドヌク、ボンジュール、ノア、オンリー、ウリ、オラフ君、ユアン君、大原面、ジャパパの5チームに分かれてしまった。果たして全員無事に合流し、無人島に隠された秘宝を手に入れることができるのか。あ、びっくりした。あ、よかったよかった。どうなったんだこれ。あれ、僕たち2人っすか。今2人だけみたいです。あれ、うん、さっき海賊みたいなのが襲ってきてからはぐれちゃったみたい。はぐれちゃいましたね、みんなと。ちょっと、ドヌクさん、あそこ、あそこクマいません。あれ、え、やばくないですか、クマ。あれクマですよね、あれ。やべやべやべ、クマがいる、クマがいる。お、逃げましょう逃げましょう逃げましょう。ちょっと危なすぎる、危なすぎる。え、とりあえずちょっと生き残らないといけないので、はい、食料の確保と水の確保しますか。はい、そうですね。OK です。よろしくお願いします。え、あ、ここは？ここは船長。の、ノアさん、ノアさん。はい。え、なんかいます。みんなとか、ゴリラがいる、ゴリラがいる。ちょっと待って、ちょっと待って、なんだ、ウォーウォーしてる、ウォーウォーしてる。あれ、ノアさん、みんなは？みんなは？みんないないですね。とりあえずみんなと合流しましょう。合流しましょう。どうしましょう。ゴリラ、ゴリラ。まず、あれや、ま、危ない。なんか、やばい、やばい、喉かいてる、喉かいてる。うん。まず、まず、まず、はい、水を作るための、いろんな通路。まず、通路集めからだ。マイクラ、マイクラ、通路集め。そうですね。待って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 。待って、まずは、うん、食料と水の確保。葉っぱ食べてる。ゴリラ。葉っぱ食べてる？ゴリラ。ゴリラ。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ草食なの？ゴリラって草食なの？ゴリラ。あのゴリラ優しいかもしれないです。あ、優しいゴリラか。じゃあ大丈夫。優しいゴリラです。あ、ラッキー。あ、食べてますね。あ、葉っぱ食べてるね。葉っぱ食って。絶対元パンダだろう、あれ。あれ、もう、あれパンダだろう。いや、これ大丈夫なんかな。まあ、おっきい。あ、やばいやばい。僕たちもやばいよ、これ。あっち、あっち、あっち。よし、じゃあ、とりあえず。すごい。なんかいろいろすごいとこ来ましたね。これやべえな。とりあえず、木を集めていく。木集めて、ちょっと生きていく。何事も木からですね。そう、何事もね。いや
やーちょっと待ってよ。でもなんか、可愛い動物とか結構いるけど、ま、有効的なんですか。あれなんだろう。あ、リスっぽい。あ、リスネズミかな。あ、ネズミかリスっぽい。なんだこれ。いやでもこれは割と有効的だな、うん、ここはどこだ。ここ一体どこなんですか。さっきさっき船長たちは、船長たちはやばい、体温が急激に上がってる。熱い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 し、なんかでも見てください、ちょうどいいです、水がありますよ。いや謎の池にサメおるって、サメ。待って、本当にこれやばい、ここ熱い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 、ちょっと浸かればいいのかな、これ。これは使ってられない、使ってられない、これまずやばいかも、使ってます、まずやばいかも。待ってこれ本当にやばいかもしれない。待って、とんでもないところに、あーなんか若干リスポンして、あー落ち着いた。日陰だと大丈夫らしいですね。日陰か、いやでも水飲めないしな。これやばいぞ。装備を作らないとってことですよね、っぽいですな。一旦ちょっとツールだけ作って、いや、はい、それだけではどうにもならないこともありますから、一旦合流しましょう、はい、そうですね。そう、船長が抜け駆けしてない限りきっと誰かに会える。とりあえず、まあ、ちょっとなんか道具とか集めてみますか、はいはいはい、そうですね、ちょっとなんか個性的な動物が変なのいましたね。あ、うでした。これ食えますかね。さ、食うんすか。うそ、食えますかね、これ今日の晩ご飯必要ですよ。でも多分動物性のタンパク質は多分何でも食える気がするんで、はいはいはい、ちょっと剣をとりあえず作りますか。多分飲み物とか食べ物とかいろいろ集めなきゃいけないし、飲み物もいりますね。さっきチラッと探してたんですけど、はいはいはい、なんか特殊な装備とかもあるっぽいんですよ、この世界。なるほど、ちょっと作れるかな。はい、この作業台で右の方になんか番号振ったの分かります？ 26 とか28みたいな、28分のいくつか、多分。あー、はい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 、これの本当だ、21ぐらいを見るとなんか特殊な武器めちゃくちゃあるんですよ。なんだこれ、なんだこれ、こ見たことないやついっぱいあるんですよ、爪みたいな、ちょっととかある。作ろって、これめっちゃ作りません、俺たち。これめっちゃ作りましょう、これ。どう作るんだ。なんか来た、なんか来た、おー、びっくりした、猿か。あ、びっくりした。猿ばっかっすね、ここらへん。猿しかいない、なんでだろう。あれ、やばい、体温やばくないですか、これ。熱い。ちょっと待ってください、あそこ見てください。え、あそこゴリラがいる。ゴリラゴリラがいる。熱い。この中でもダメなのかな。ゴリラいますよ、あそこに、野生のゴリラ。ゴリラって襲ってきますかね。ちょっと確かめてきていいですか。あ、いいっすよ、全然。ちょっと行きます、ね、気をつけてくださいね。うほ。怖い。気をつけて。気をつけて。うほ。でも案外大丈夫でしたよ。いやでもあれ怖いですよ、ひねり潰される可能性あるんで、ちょっと気をつけましょう。でも優しかったみたいで、はい、多くの葉っぱもらいました。あ、ゴリラからもらった。僕もゴリラから多くの葉っぱもらいました。友情の印です、ね、やったちょっとこのなんか葉っぱでなんか洋服作れるって、はい、よいしょ。あー、なんかそうなんです、暑いんでここやっぱり、はいはいはい、あ、でも葉っぱダメだ、1個しかないや、よいしょ。僕も1個なんで2個ですね、今2個じゃちょっと装備作れないですね。ちょっとハサミとか作る前に、あ、やばい、あちゃ、とりあえずツール作りますね、よいしょ。鉄がそこにあるんで僕掘っちゃいます、ね、あ、ありがとうございます、助かります。ピッケル作って、オッケー。あっちあっち、僕だけですかこれ。あっちこれ砂浜でセーフみたいです。あ、砂浜だとちょっと、はい、そういうことか。あー、危ねあっちのなんか、あそこに、っぽいところが熱帯なんですね、あそこが、はい、なるほど、やべえ、ちょっともう早くもダメージ食らっちゃいました。斧とつらしなんか、はい、ありがとうございます、店長。おお
おお、船長、そう、船長だ、わしは。わしは船長だ。今、ハサミを作るので、はい。これで、葉っぱを取って、装備を作ってみますか。ちょっと、じゃあ。よいしょ。じゃあ、これ拾って、なんか、装備、葉っぱ装備、葉っぱ装備、ちょっと。葉っぱ装備。葉っぱ装備作ってみてください。お、いける？葉っぱ。できました、一つ。ちょっと僕も。じゃあちょっとフル装備にしよう、葉っぱ。フル装備。葉っぱ着たことある？葉っぱは人生で着たことないです。ないよ。あれ、なんか。あれ戦争してそう。本当そうだね、これね。いやいやいや。なおさん、あ、まあまあ、似合ってます、似合ってます。似合ってるもどうなの、これ。似合ってる嬉しい、似合ってる嬉しい、これ。似合ってる。似合ってる嬉しいですか、これ。嬉しいです。嬉しくなさそうなのよ、もうすぐカンガルーいますよ。え、本当に、あ、本当だ、いますね、カンガルー。かわいい、かわいい。これは食べれるのかな。ちょっと食べてみたいですね、カンガルー。あー、ちょっと我々の食料がないので。よいしょ。さっきなんか洞窟ありましたよ、こっちの方に。お、ナイス。ほら、ここ行ってみましょう。行きますか。あ、あれ、あ、あれ、あ、あれ、行き止まりか。石と、まあ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 、石手に入るんでね。ね、ここでね、石大事ですよ。通路、ちょっと我々のチームはね、はい、2人で生き残ってみんなと合流するのを、そうですね、目標にやっていきましょう。目標に。やばい、ちょっと待って、これ結構太陽のところ炎になっとらん。いや、なってますね、結構。え、これまずい、まずい。これ、鉄探した方がいいですか。鉄が。あ、やばい、なんか画面が炎で燃えとる。やばい、痛い。だいぶやばい。え、これ、水に入ります。やばい。そしたら寒くなったりしません？大丈夫。ワンチャン、ワンチャン。あ、あ、こ、あ、あ、よいしょ。あ、よいしょ。え、ヨハン君はさ、これどうだった？はい、今、画面に炎みたいになってました？いや、大丈夫でしたよ、僕はまだ。なんか僕雪だるまだからみたいな。デバフ？デバフかかったか。よしよしよし。みんなの居場所なんて。いや、分かりっこないからな。広そうだったし。最悪自分たちだけでも助かりましょう。え？あ、なるほど。まあまあ海賊ですからね。まあ、海賊ですから。はい。でもなんか海賊ってなんかみ。なんか身内には義理がたいような。いや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 。あ、もう結構悪党に染まりきってる海賊。来たる時が来たら切りますよ。あ、そういうことなんだ。あ、結構なんか冷たい関係なんですね。いやー、なんもない。なんだこの進捗、ちょっと荒らしてくる。ちょっと荒らしてくるって何ですか、これ。これカンガルーに会う、カンガルーがいるらしい。カンガルー？ちょっと待ってくださいよ。ボートが作れない。え、ボートが作れないんですか。あ、本当だ。いろいろ作れるものがあるな。よし、今のところいないけどな。確かにモブらしいモブ全然いないですね。あれ、なんかいます。なんか今誰？影が。え、なんかいましたよね。あれ何？なんか、うん、ちょっと足の長いやつ。 なんか足の長い馬みたいなのいますよ。これなんだ。え、なんかこっち向かってきてます、これ。どうしよう、頑張って頑張って倒す。え、これ倒せる。あ、もうもう、あ、やばい、熱い。え、ここでアウトなんですか。ちょっと待ってください、ここダメらしいです。やだ、あ、無理。熱い、やばい、熱い。屋根のあるところに。あれ、待って、熱いな。おかしいです。熱い、なぜだ。なぜですか。やばい。え、これどういうこと。待って、なんで。一旦ちょっと。熱い。あ、助かった。大丈夫。え、怖い。待って、ほんとに。なんで止まらないんだ、これ。助けて。みたいです。大丈夫ですか。ハートが。あ。これ、行くかもしれない。ちょ待ってください。俺もだって死にかけなんですよ。0.5か。同じですか、もしかして。止まるっぽいっすね。止まるのか。
いやもう本当にまずいです。大ピンチです。何もできない人たちになりました、一気に。外で行って大丈夫かな？棒を作ってから、火を二つ立て並べると、はいはいはい、ちょっと待って、熱い、熱い、熱いです。熱い、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 熱い。熱くなってきた、熱くなってきてる。熱い、熱い、熱い。じゃあ、じゃあ、いや、暑いですよ。いや、こんなあったかい島でそう着ぐるみ着てるからっすよ。ちょ、脱ごっか。脱いときますわ。あ、脱げた。涼しげになった。せめて頭だけでも。ちゃんとこれでも水とかに触れてないとやっぱ危ないんですね。そうですね、ちょっと。ちょっと一回、ちょっとなんか石とか集めますか、そしたら。そうしましょう、そうしましょう。ちょっとなんか変わったもん作ってみたいですね。はいはいはい。ビビらせましょう、次やった人。あ、そうだ、これ関連とかで言うと、移動しながらなんか痕跡みたいの残した方がいいみたいな。あー、確かにそうですね。誰か見つけてくれるかもしれないです。はいはいはい、はい、僕なんかストーンロングソード作りました。なんか長い剣。なんか確かに若干長い。あれ何これ。ちょっとこれでちょっと遠くの敵も殴れるんじゃないですか。はい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 、射程が長い、もしかして。射程長いかもしれないですね、これ。ちょっと俺もなんかつけたい、なんかつけたい。見てください。お？なんか、え？なんか何ですかそれ？なんか曲がってません？それなんか。なんか不要品みたいになっちゃった。あれ？なんか曲がってません？コンボみたいな感じですかそれ？ハチェットっていうなんか。ハチェット。と。なんか先の方に行くにつれてでかいナタみたいなやつですかね。あー多分それっすわ、それっすわ。ちょっとナタは強そうっすね。何が違うんだろうその武器と。攻撃力とか違うんすかねこれ。 5.2 って書いてありますね。俺のやつ5なんで、まあ、若干上がってそう。あーはい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 。あーまあでもそっかそっか、そこういう感じでいろんな武器作りながらサバイバルをしていけってことっすね今回。なるほど、面白いですね。あれ、あそこなんか落ちてる。なんだあれ。なにこれ。何ですかそれ。フライングフィッシュ、魚っすね。あ、飛び魚みたいな。死んじゃったみたいな。そういうことか。ラッキーですね。後で焼いて食べましょう。はい、そうしましょう。ちょっと ゴリラくんから葉っぱまたもらいますね。よいしょ。このゴリラ葉っぱ食ってる。いや、ちょ、気をつけた方がいいですよ。気をつけた方がマジで。マジでやられます。ひねり潰されます。僕たち友達です。僕たち友達です。確かに。大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、怖い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 。あ、逃げて逃げて。あ、よし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 。よし。じゃあ、ハサミ作りますね。はい。ハサミ作って。これ作れますかね？これでちょっと作ってみますね。はい。あ、作れる。お、これでどうですか。おお、パンツの上にパンツ似合ってますね。パンツオンパンツ。パンツオンパンツ。さすがです。どうぞ、ドムクさんも。ありがとうございます。それパンツですね。おそれパンツ。これで、はい、多分涼しくなるはずです。なぜか。なぜか。葉っぱの洋服を着るとなぜか涼しくなるって聞きました。これでもダサいですね。なんか見た目が。いやそうっすね、でもないよりはマシですよね。なんかダサいな、まあ、ないよりはマシか、確かに。贅沢は言えないですね、僕たち遭難してるんで。ちょっとじゃあ服作っちゃいますね、はい、お願いします。じゃあどうしよう、カニって食べれますかね。カニでも大丈夫ですか、襲ってこないですかね。自然の脅威が怖くて怖くて。ちょっと怖いですね。気をつけてください。でもよいしょ、でも向こうに海底神殿見えるんだけど。え、回転神殿見えたけどね。回転神殿絶対行かない方がいいよね。絶対今じゃないですね。この島に宝が眠るって言ってたから。あ、そうですね。回転神殿はこの島。あ、あれ？あ、違った。あ、違った。全然全然違う。疲れると思ったら葉っぱそびの葉っぱそびの野さんだった。誰だと思ったら葉っぱそびの野さんでした。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ジャババさんっぽいですね。うん、そう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 。川集めなきゃっすわな。川で水筒作りてえっすよね。あー、でね、水筒。ゴリラ戦ったら川出ると思う？確かにワンチャンありますね。装飾なんで。装飾大丈夫だよね。いけるいける。行きましょう行きましょう。行ってみるわ。
大胆ね、大胆ね、野田さん大胆ね、危ない危ない。怒ってる、いやいや、攻撃、怒ってる、あ、攻撃しよう、あ、いや、いけた、なんか出た、いや、待って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 、おじさんなんか来てます、やばい、友達来た、これ、やばい、野田さん、やばい、めっちゃ強い、めっちゃ強い、危ない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 、え、強い、野田さん大胆ね、あなた、びっくりした今いきなり行ったから、あ、え、何しも何も落としてない、落とさなかった、やっぱ最悪だ最悪だ、これ皮落としそうな動物、なんかなんか、あ、蝶、蝶がいる、蝶々は弱そう、やって 弱そう、弱そう、弱そう、当たらない、当たらない、攻撃が当たりません、攻撃が当たりません、攻撃当たりません、落とさなそう、皮っぽくはないですね、待って待って待って、あー、荒いくもいるけど、ちょっと強かったたりしますかね、いやーちょっと忍びねえけどやるか、かわいい、しょうがないな、しょうがない、しょうがない、ちょっと見ないで見ないで、まず見ないで、これは俺がなんか落としたこれ落としました、これはこれは残酷な残酷な、今違うらしい、違うらしい、絶対やっちゃう、あ、なんかこっちカンガルーがめっちゃいる、え、でもおー3匹、これカンガルー、なんだっけ、カンガルーじゃ、カンガルーかな、なんだっけ、なんかこんなやついたよ、カンガルー、まあいいや、ちょっと食べ物欲しいですもん、ね、おおおおおお、飛んでる飛んでる、ちょっと行ってみますか、行ってみますか、行ってみますか、やべえ、あ、でも行った、あ、肉、え、行った、あ、攻撃はしてくるけど体力は、いや、やべえ、やべえ、危ねえ、大丈夫ですか、あ、川川川川川川川だけど、カンガルーの川、どっちが川ですね、やばい、水筒は作れない、一旦ガラス焼いて、ガラス焼いて普通のあれにしますか、ガラス、木炭、砂、木、こうかな、あ、できた、できた、なんとか、ほら、これで今ここで美味しい水が、美味しい水が汲めます、これで美味しい水が飲めます、はいはいはい、やった、一旦で、おー、おー、しめさん、あ、飲んでみろ、飲んでみろ、ありがとうございます、船長、うめえか、うまいです、もっと飲みに行きます、あー、しゃ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 、よし、ほい、大丈夫ですか、おー、えぐ、強い、ちょっと待って、強い、でもなんか肉っぽくないですか、あ、これなんかカンガルーのお肉が手に入ったわ、ほんとだ、生のカンガルー肉、カンガルーのお肉ってなんかラム肉みたいな感じでないんですかね、名前、あー確かに、カンガルー食べるのかなってか、ちょっと待って、なんかカニとか、カニいるっすか、あ、エビいるよ、エビ、エビ食べますか、エビ食料になるんじゃない、食べれる説ない、エビ、えい、あー、エビ、あー、ロブスターのそのまま食えるんですか、じゃあ、あんま美味しくはないけどまあちょっとあんま美味しくないですね、あんま美味しくあ、でもいっぱいいるんで食料困ることないですね、あ、ちょっとここで食料ゲットしますか、よいしょ、我々の1日目ロブスターの尻尾、尻尾、なるほどな、よし、これも焼けるんですかね、ロブスターの、いや、焼けたら激アツだけど、よいしょ、あ、焼ける、おお、ナイスナイス、これ絶対焼いたら美味しい、いや、美味しいっすね、絶対、すぐ熱い、おー、じゃあ一ついただきます、どうぞどうぞ、あー美味しい、これは美味しい、おー、ちょっと僕も食いたいです、いや、よいしょ、ただね、これ体力回復しないね、あんちゃん喉が、喉が乾いとらんから、よし、これでどうぞ、お、ありがとうございます、これでも焼いた方がいいのかな、でもこれあれっすよ、ね、あ、焼けないか、浄化、浄化がいるんですよ、なるほどね、これじゃあ浄水器作らんとダメか、浄水器でも意外とレシピ簡単っぽいっすよ、お、作っちゃうか、ガラスが一旦回復しますから、一旦これで水飲んで、あれ、水飲んだら急になんか寒くなった、あ、やばい、なんか、あ、そっか、夜だからだ、夜だからちょっと気温が落ちたんだ、下がったんだ気温が、お、下がった、あ、じゃあこの間に太陽が天敵だ、洞窟探検いけるかもね、行ってみますか、洞窟探検行きますか、はい、先先どうぞ、あ、いいっすか、やった、待って、夜じゃないこれ、夜、よし、いや、これワンちゃんバレないじゃん、はい、あ、なるほど、この辺にいればこの辺にいればバレない
あ、助けが来るの待つか。そういうわけではいかない。え、でも夜だし。一旦水飲んでご飯食べないとやっぱり。そうですね。体力の回復を図りたいですね。あ、見てください右側。何か弱そうな、強そうな、弱そうな動物がいますよ。そうな、強そうな。いや、あれは強い。なんか目光ってますね。あれダメですか、もしかして。強いっすよ。さすがに強い。あ、でも、水飲めそう。砂が。あ、いいっすね。砂あれば。うわ、なんか、ウツボみたいなのいる。赤いウツボが見える。ちょっと待ってください。海の生き物多すぎませんか、これ。なんか、打ち上がってる魚がいる。任せてくださいよ。取ってきます。今か。マイルブ大丈夫ですか？全然やばいですけど。おら、よし。お、これは？これは一体。トビウオです。トビウオ食えるかそれ。これ食えるのかそれ。焼けばあれには焼けばいけそうな感じであります。あー、なるほど。これ焼けないですね。焼けないっすか。焼けないといけないか。これって食べても大丈夫な部類の。水が当たった。え、あ、そうか、生水だから。 あ、こっちは大丈夫でした。え、お、トビウオちょっと食べてみますか、二人で。乾杯乾杯乾杯。あ、でも、まあまあ、0.5 回復した。まあまあまあ、ないよりマシですよ、これ。ないよりマシ。あれ、あっちに、なんだあれ。あ、あれ食えそう、あれ食えそう。これ、これ攻撃してこなそう。これが、七面鳥みたいな。ちゃいますか。七面鳥。ちゃいますか。早いですけど。はい。よし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 。いいっすね、いいっすね。やばい、やばい、イノシシ来てる。うわーあはははは。あっは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 よし、うい、やばいやばい、うわそんな、嘘だイノシシにケツどつかれて死ぬなんて嫌よ助けて一旦5鉄ずつぐらい、そうですね、まあ、欲しいです。あ、やべ、痛い、痛いわ、痛っ、おっとっとっと、足くじきました。ああ、よかった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 足くじってよかった、違うな、ちょっと心配してくださいよ足くじいたんですよ。お怪我ないですか、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、もう綺麗なおみ足でこれも多分違うんだよな。ちょっと亀裂入りますよ今のは。調べてくださいよ。これってこれでいいんですかね。これ、あ、た、あ、なんか持ち方ちゃいますよ。これでいいんですかね、これ。守れてますかねこれ。なんか投げようとしてます、盾。あれ？キャプテンアメリカですかこれ。キャップ方式の盾の持ち方してますけど。あ、でもカメラガードできます、ガードできます。あ、じゃあちょっとパンチしてみていいですか、そしたら。あ、いいですよ。ガードできてるか。お、ポンって言いました。あ、できるのみたいですね。完全に一瞬はふざけてるのかなって持ち方だったけどこれでちゃんと守れてるみたいです。あ、なるほど。だってこうっすよ。守れてるのこれ。たまにもらえる丸いうちわと一緒ですよねこれ。あの穴開いてるやつだ。そうですそうです。青いでるようにしか見えない。紙のやつですねこれ。どうですか、じゃあさ、熱くないですか。あ、これで体温調整を。熱くなった時に。絶対やってる側熱いこれ。やりましょう。お互いにやりましょう。お互い会うことで。はい。
あ、いいですね。のどかっすねこれ。え、気絶？え、気絶ってなんだ？え、気絶は？ウリリンがやられた？嘘。早いよ。え？いやーでもここどれぐらい広いんでしょうね。ですかね。全然人見えないですしね。いやそうなんですよ。トスさん見てください、あれクジラが。え、でかっ。あ、消えた。あ、でっか。あれクジラ肉食ったら美味しそうですけど丸飲みされちゃいそうですね。ちょっと今じゃ無理、きついかもですね。今ちょっと僕たちのこのサバイバル能力だと一瞬でか、あ、こわ、ここ。あの食ってる食ってる食ってる。着肉強食が、おお、すげえ。こうしてガラスを使うと、あ、できました。お、浄水器です。ナイスです。おいしょ。あ、これで水をちゃんと浄水するんですね。はいはいはい。おお、すごい。今もしかして凍えてるマークなってますかね。あ、夜だから。あ、夜だからか。やばい、これ脱ぎましょう。確かに痛い。なるほど、夜と昼で使い分けない。うわー大変だ、そういうことか。うん。あ、お、生のカニ。お、カニの刺身だ。ちょっとカニの刺身いただきます。はい。あ、いいです、なかなか悪くない。ですか。うん、あの回復量はそんななんですけど、はい、スピードが速いんで悪くないですね。ああ、はいはいはい、なるほど。じゃあカニ倒してもいいかもですね。うん、カニ食べます。ちょっと、うわ、クマだ、やばい。おっと、これ危ない。篠田さん、はい、カンガルー肉だ、これを 食うんだ。え、食べれるんですか。わからない、わからん、それはわからん。いただきます。食べれるかどうかわからん、食ってみてくれ。おお、食えた、食えた。食べれました。解説しました。あー、オッケーオッケーオッケー。尻尾は焼けないです。それはつまり尻尾を焼いて食べようとしたということでよろしいですか。今の行為は尻尾を焼いて食べようとしたということでよろしいですか。今のはちょっとお腹すいちゃって、はい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 、まあいいでしょう、まあいいでしょう。必死、人間多分必死になったらそうなるから、いいでしょう、いいでしょう。もう激励品なんで。え、ではちょっとみんなを探しに行きますか。はい、行きましょう。これ持ちますわ、持ってきますわ。よし、じゃあみんなを見つけ、どっち行きます、左と右。え、もしくは森を突っ切るか。もう勘に任せます。航海士、航海士、森行きましょう。航海士の方、森行きましょう。上、上。え、森行きます、森行きますか。森行きましょう。前、鹿にやられた人がいるはず。え、確か、鹿下手したらめっちゃ強い可能性あります、あの鹿。え、もう剣持ってるじゃない、あなた。戦う気満々じゃないの。行きますか、ね、やるか、やるか。行きますかね。最悪逃げますよ、最悪逃げます。はい、最悪逃げましょう。行きますよ。はい、よいしょ。あれ、オッケー。おお、肉、肉だ、肉と鹿の角、角だ。取れた、取れました。オッケー、ナイス、いけるな。大丈夫、いけ、え、それはクマはさすがに、クマはさすがにやめときます。一旦やめときましょう、一旦やめときましょう。まだ大丈夫です、うん、まだクマ、ちょっと待ってください。うライバルがいました、俺のライバル。今まで強そうですよ。僕は散々あいつに栄養を飲まされてきたんです。強そうですよ。無人島で僕はあいつに2回やられてるんです。でも戦わねばならんです。トラ、ついに蹴りをつける時が来たな、トラ。だから今日の俺は大丈夫。あ、寝てる間に、ほら、おお、大丈夫ですか。おい、強、まあ、おめでとうございます。びっくりしたことに、はい、叩いた瞬間あいつ目の色が変わりました。怖い、非常に怖いです、非常に怖いです。めちゃめちゃ怖かったですね。ついに虎を倒したぞ。おー、ついに。あれ、一人がウリさん気絶してしまった。すいません、うちのウリが。いやいやいや、やべえ、誰、ま、死んでしまうことがあるということか。あ、なんだ、やばい、なんか、あ、痛い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 、攻撃的、攻撃的なやついる。なんこいつ、狼か、こいつか、狼か。おお、危ねえ、ナイスナイス。いや、こういうやつもいるんですね。いやー、危ねえ、攻撃的なやつはいっちゃんやべえ。レッドストーンだ。お、あったあった、鉄、鉄あるあるある、照明。ナイス、
続いてそう。続いてます？おぉ。おぉ。すごい、なんかめっちゃ深いとこまで来ましたね。いや、来ちゃいました。あ、ダイヤある、ダイヤ。え、嘘。ダイヤある、ダイヤ。これ驚かせれますよ。いや、これちょっと驚かせますか。あれあれで。水もあるし、もうここで一生暮らせるな。いい感じ。もうここで暮らしちゃいます。ここで暮らしちゃってもいいかも。え、ダイヤもう一個ある。お、ナイスナイス。ちょっとあれあれで驚かせましょう。来たー。チェストプレートを互いに作るぐらいだったら全然いけそうっすね。あー確かに。あと盾、盾も確かにね。盾あってもいいかもですよね。欲しいっすね盾。うん、バケツも1個ずつ持っときますよ。あ、持っときましょう。水汲む時とかも楽ですよね、バケツあったら。危険が潜みすぎる。ちょっと待って待って、一旦焼き七面鳥にくくりまして。食えねえのかこれ。あ、食えてる食えてる食えてる。あ、ちょっとずつ食える、これ。どうしよう、もう始まったばかりなのに。いなくなっちゃった。どうしよう、一応矢印立てとくか。もうちょっと、本当に誰かに合流しないと、怪しくなってきた。いや、もうちょっと地道に進もう。一人で進むしかない、これ。知ってる、あれはヘラジカ。手前にゴリラもいない？やばい。なんか、カバを手に入れた。攻撃量が高いのか、わからないな。ダイヤモンド、みんななんか充実しそう。うちだけこんなの。やばいよ。ちょっと僕、面白い武器作っちゃいました、ここで。あ、マジっすか？これ。なんすか、それ。なんですかね、これは。アイロン、フライル。もしかして振り回す系の武器？振り回す系じゃないですかこれ。めっちゃごっついのなんか出てますけど、なんかん、でもどうなんだろう。ダメ、あ、ごめんなさい。それでもちゃんと回復あります。でもなんか長そうでしたね。なんかリーチ長い気がする。どうなんですかね。ちょっとまあ試してみます、後で。そうですね、モブにちょっと当たってみますか。そしたら試し切りを。でも一気になんか戦闘力上がりましたよ僕。確かに盾にさえフレールにそれロングソード持ってるっていう。今だと船長に勝てますよ。乗っ取りますか。さっき偉そうでしたもんね。ずっと僕掃除させられてたんで。そうだ。確かに。あん、え、ちょっと待って、やばいのいます、やばいのいます。なんかなんだあれ、大丈夫か、でかい鹿が。角がご立派なこと。いやー、角ご立派なやつ大体危ない。いやでも取られてった。優しそうですね。勝てそう。いきます、いきます。ちょっと皮欲しいんですよね、皮。お、いけそうですね。あ、襲ってこない、襲ってこない。おお、やりました、やりました。なんですか、なんか肉としました。僕もじゃああっちを。あ、はい。いや、皮は ちょっとお父さんいますね。お父さんいます。ああ、お父さん。お父さんよくない。お父さんよくない。あのお父さん、一番よくない。あれは硬いね。あれは、ちょっと分が悪い。ちょっと分が悪い。ちょっと下がりましょう。え、待って、海賊だ。海賊です。嘘。行きましょう。オーケーです。ちょっと、この海岸線上に逃げていきますか。そうですね。うわ、すげえ。めっちゃ来てます。怖っ。森の中入るしかないですかね。そうですね、森の中入って巻きますか。どうにか巻きますか。それ僕らはぐれたら終わりなんで、絶対入れない。確かに。やばい。僕ついてきます。メンさんについてきま す。なるべく安全な道を探します。ちょっと僕たちも肉ととりあえず最低限の水はゲットしたんで、はい、どっか冒険行きますか。そうですね。あ、でも弱い。あ、ナイス。あ、何？見てください。え、なんすかそれ。鹿の頭が落ちました。え、それどうやって使うんすか。あ、剥製まさかの。え、これ船の先端につけましょう。船の先端につけて帰りたいですね。ヤギだったんで。すげえ、本当だ。え、これなんか葉っぱの色変わってません？僕、そうですか。で、装備の葉っぱの色違うくないですか。僕のなんか茶色いですね。あ、茶色くなってる。なんでだろう。なんでだろう。
え、僕目線どのくさん緑、真緑で僕だけ茶色に見えた。本当ですか？そういうもんか。このバイオームによって、あー、ちゃんと変化するんですね。たりしてるんですかね。すごい。なんか建物っぽくないですか？なんだあれ、あれ建物？本当だ。おい、うわ、廃村みたいな。なんだこれ。おお、わお、怪しいっすね。かなり怪しいっすね。海賊の住処とかだったりしますかね。確かに。え、でもこの糸があると釣り竿とか作れそうですけどね。確かに。糸壊してきますか？糸を持っていきますか。そうしましょう。これ誰かいる？あ、びっくりした。いないか。金目のものないかな、なんか。あ、チェスト発見しました。お、あります。あった。あ、めっちゃ豪華なお肉がいっぱい入ってます。おえ。もらっちゃっていいのかな、これ。焼き七面鳥。焼き取っちゃいましょう。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 どうせさ、俺たち海賊ですよ。確かに確かに。遠慮してた。何のために海賊してるんですか。確かに確かに。こういうこと、こういうことっすね、海賊っていうのは。こういうことっすよ、海賊ってなると。うわぁ、やめられねえな、これは。あ、そういえば僕たち宝探しに来てたんですね。確かに。混乱して忘れちゃったんですけど。あ、なんかいいのありましたよ。あ、お、水筒だ。え、ちょっと待って、右下やばい。もうやばくないですか、これ。やばい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 。え、もう持ってください、田中さん。あ、はいはいはい。おお、やべえ。めっちゃ強い。え、これ熊本、あ、後ろ誰かいる。あ、海賊、海賊来てる。海賊来てる。気をつけて気をつけて。やばいやばい。ほら。あ、殴る。ほら、ほら、ほら、こっちの方が装備がいいぞ。ほら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 。ほらほら、この剣、あ、逃げた逃げた逃げた。逃げやがれ。この剣やばいでしょ。この剣。やべえ、来ましたね、これ。水筒もいただきますもん。はいはい、持っちゃいましょう。持っちゃいましょう、持っちゃいましょう。これ、いいっすね、でかいっすね。いいですね、ウール欲しいな。あと、見晴らしのいいところに。出ましたね。これ、ハイエナみたいなやつだ。群れだから危ないやつだよね、本当は。危ないですね。なんかいっぱいいるもんだって、なんか。え、後ろ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 、モンジュラさん、逃げてください。モンジュラさん、やばいです。びっくりした、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 びっくりした。違う。お、なんかすごいつまんないこと言った人みたいになっちゃってる。いけたけど、いけない、大したことないけど、あ、ちょっと待って、んやつがいる。どうしますか、やつがいます、やつがいます。行きましょう、行きますか。はい、はい、もう設定し、やばいやばいやばい、あ、ようこそいらっしゃいました、フリさん。いや嘘でしょ、嘘でしょ。いやいやいや、嘘じゃないっす。な、はい、ちなみに僕鹿にやられました、はい、あ、鹿にやられたんですか、はい、フリさん、フリさんは、あ、僕、イノッシーにやられました。よ、あ、そうか。そうか。よ、やばい、やばい、やばい、あ、え、え、船長が、船長、船長が、船長が死んでしまった。そんな、そんなバナナ。なんか、動物に襲われん限りは、死ななそうな。はい、そうですね。装備になりましたね。いやー、みんなもう合流したんですかね。いや、僕らだけはぐれてたらちょっとなんか空気読めないねみたいな言われたらどうします。いやー、いや、でもまだまだ言うて大丈夫だった思いますけどね、さすがに。いや、まだそんな合流してないですよね。うん、多分みんなもう多分生きるの必死だと思う。お、来ました来ました、来た来た来た、ナイス、よいしょ、ようやく地上に。はい、似合ってるかも、めっちゃ似合ってるかもしんない。いや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 、これ似合うもなんもないだろ絶対。いや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 、これは似合ってるっすよ。あれ、船長、船長、
船長気絶してしまった。船長え、行って、ま、待って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 、なんか襲われた。何、待って、海賊だ、海賊だ、海賊、やばい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 、待って待って、見つかった見つかった。やっちゃいます、どうします、二人で殴ったら、やばい、落ちた、ちょっと待って、あ、大丈夫か、大丈夫か、いや、大丈夫大丈夫、あ、どっか行った、え、危ねえ、急に来たっすね。オッケーオッケーオッケー、ナイス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 、よしよしよし、びっくりした、いやー、めっちゃびっくりした。一瞬誰か、なんかね、誰か他のプレイヤーが脅かしに来たんかなと思ったよな、ちょっとふざけてきたのかなみたいな、そうそうそう、思ったのに、やべえ、あー、ありがとうありがとう、センキュー、オッケーオッケー、いやでもよかったよかった、ここでかけたらね、ほんとに危ねえ、怖い怖い、マジで怖い怖い俺もう全然見えなくないですかこれ、森の中最強じゃないですか僕なんか全なんかちゃんと潜伏してるというかゲリラ編みたいになってますけど多分海賊来ても僕立ってもわかんないですよこれ、バレないいいの頭し、あ、あ、ようやく、いや、馴染みすぎじゃないですかちょっとちょっとメイさんはかなりは目立ちますね、なんかおま、いや俺は緑の服着てくればよかった猛者の豚になってますよここら辺の、完全になんか潜んでるみたいな、なんか1000年ぐらい生きてるテンションテック、ああ確かに、ああこれは船長、船長飛んだ、船長めっちゃいなくなっちゃった俺、僕たちどうすればいいんだ、もう俺たちこんな無人島で船長が船長目的が失ってしまいましたよこれ、宝を見つけるんじゃなかったのかよ、気絶なんでまだワンチャン、確かに確かになる可能性あります、気絶してね、トラとかに食べられなければそれはむごいですね、だいぶ、ま、でも思い出してください、船長ってめっちゃ朝から晩まで掃除させてくるじゃないですか、はいはいはい、よくないですか確かにいいかもしれない、だって働かせてくる船長、むしろ船長の座もらえると思ったら船長復活した時やばいですよ僕ら増す時にサメの餌にされますよ、危ない危ない危ない、やりかねないです、あの船長ならやりかねない、あ、待って、海賊が、え、海賊また来た、かわせるか、気をつけて気をつけて、よし、おらおら、この剣、おらよっしゃ、オッケー、あ、なんか落とした、トランシーバー落とした、待って、剣も落ちましたよ、でけえ、え、剣、剣ください、剣、こっちもなんかちょっと欠けてるけど、いやこれちょっと、あ、水筒持ってます、あ、水筒っていうかこれ持ってま す, ます、はい、あ、じゃ持ちますね、あ、ありがとうございます、え、これはトランシーバー使えます、ちょっと試してみますか、これ安全、試してみますか、あ、確か安全な場所がいいって、よいしょよいしょ、海賊とつながっちゃったらどうしよう、確かに家の中とかでやりますか、そうですね、え、誰に電話かけます、これちょっとウリがかけちゃったオンリーさんのとこが心配です、ね、あ、確かに確かに、それはいい作戦かもしれない、オンリーさんにトランシーバー、よし、オンリーさんこんにちは、あ、おじちゃん、トランシーバー使って話しかけに来ました、あ、ボンちゃんが死んだ、たった今ボンさんが死んだ、死んでしまった、ウリが欠けちゃったみたいなんですけど、そっち大丈夫そうですか、あ、まあ、自分はなんとか、いや本当に本当にあのめちゃめちゃおもろかったんですけど、死んだ日は、うん、本当ですか、え、ちなみに今どこら辺にいるとかあります、いや今その自分がいる島の外周をぐるっとしてたら、はい、川があったって感じです、あ、川、なるほど、はい、じゃあ外側を回ってるみたいな感じですか、外側をその土ブロックを米地ブロックにしながら歩いてるんですよ、はいはい、じゃあドズルさんと掛け合って合流、なんとか合流できるように、あ、お願いします、はいはい、お願いします、それ頑張ってください、死なないで頑張ってください、頑張ろう、さよなら、さよなら、さん入った、あ、います、よいしょ、はい、戻りました、あ、よかった、いや僕イノシシに襲われて大変だったんすよ、あ、本当ですか、イノシシに追われまくってました、
今オンリーさんの話聞いたところ、うん、はい、そのこの島の周りをぐるぐる回ってるらしくて、うん、ああ外周を、はい外周を、はい、なので僕たちも外周を回ってなんとか合流できないかをOK です、そうしましょう、言いたいんですけどいいですか。はい、どっち向きに行ってるとか言ってました？それは言ってないか。あーどっち向きは聞いてないです。あー OK です、じゃあちょっと外周を噛んでぐるぐるしちゃいましょう、はい、噛んで、ああ気をつけてください、イノシシ、あのイノシシ凶暴です、来た、いてぇ、いてぇ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 、危ねぇ、怖い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 、ハートが半分になった。焼き生地、あ焼き生地、七面鳥置きます、七面鳥置いてみんな二人で食べれます、これシェアして。あトランシーバーかけてくれた、かけてくれたけど本当にあっとる、ここ川みたいなところとか言ったけど陸が二つあるっていうのがなんとなく分かったよね。これあなんか建物が見えてきた、あれはゴリラ、ゾウだ、ゾウがいる、ゾウさんです。うわーなんか来た、なんか来た、やだー、海賊機だ、海賊、海賊機なんだけど、え、なに海賊、ここ海賊のアジト的な感じなのかな、やだ、やばい、ずっと追ってくる、ずっと追ってくる、ずっと追ってくる、助けて、待って、いる、あ消えた、消えた、消えたっぽい、あーいるな、まだいる、まだいる、うわー肉置いてきてもうた。待って、株とかにいるんだけど。株とかに、うお。うわ、歩き方おかしいけど。いや、倒さんとこ。倒したら、訴えられそうだからやめときます。ちょっと、メサっぽいところと集落なのからは。なんか見つけた。あ、ちょっとだっけ。ああ、なんだこれ。メロンジュース。メロンジュース。これ多分、ウォーターメロンジュースの方かな、これ。メロンジュースって入れた、飲んでみるか、何も気にはあ、ちゃんと、あ、え、誰かいる、ちょっと船長は死んだとこ、片手とこ、アライグマの尻尾、お供えしとこ、さよなら船長、なんだ、え、村廃村的な、誰かいるんじゃない？びっくり。オンリーさんだ。どうも。どうも。これボンさん、あ、ボンさん死んだんだった。船長は死にました。船長死にました。はい。あ、うちもリくんが行きました。オリくん、お互い。あ、お互い一人身ですか。お互い一人身ですね。いや、よかった合流できて。よかったです本当に。さっきドヌ君からトランシーバーで連絡があって、はい、なんか島ぐるぐるしてるって言ったら島ぐるぐるして探してくれるそうなんで、え、そうなんですか、島の縁というか、はい、台紙をぐるぐるしようと思ったら、じゃあ私も一緒に行きます、そうしましょう、そうしましょう、あとちょっとご飯がワンちゃんここら辺のしか足りますか、え、あれ今こいつ倒せそうじゃないですか、なんかえ、これ、これ、いや、いっちゃいます、いける、盾あったらいけそうじゃないですか、まあ一回、じゃあ一回いきますか、じゃあ僕が攻撃して盾で張っとくんで、はい、じゃあ後ろからそれでいきます、あれ、おう、ほい、おー、ほい、あ、いい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 、オッケーオッケー、ほい、おー、いけたー、めっちゃなんか落ちた、2個、ヘラジカ肉、あ、ヘラジカか、盾あったらできること広がりますよ、いや、本当に広がる、え、なんか手なずけました、大向いたんで、ちょっと手なずけてきました、おー、かわいい、よし、はい、これ勝利のヘラジカに行く、あ、出た出た出た、いただきます、食べれない、やばい、食べれない、お腹が、いや、めっちゃうめえ、うまいっすか、これはうまい、ちょ、お腹減った、食べよう、ヘラジカだな、あ、え、誰かいる、あれ、あ、ほんとだ、どうするさーん、ドノクさーん、あー、やったー、あ、ドノクさん、やった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 、合流できた合流できた、来たー、ドノクさん、あれを見せてあげてくださいよ、お、見ちゃいます、いきますよ、行きましょう、
じゃあ、何それ何それ。西のソードみたいな。これ、ね、なんか、廃村みたいなところのチェストにあったんですよ。すげえ。かっこよ。かっこいいでしょ。食料とか水とかあります？鹿肉が一応。鹿肉。鹿肉ぐらい。すごっ。皮とかどれから取れました？いや、これも、なんか、海賊のアジトみたいなところから盗んできたんですよ。さすが海賊ですね、うん、この剣と同じ場所にありました。そうそうそう、当たりがあって、うん、あ、でもやっと合流できたからよかったです。いや嬉しいです、めっちゃ。いや、よかったよかった。いや、なんか固まって、はい、固まってね、移動したいですね。いや、そうですね、うん、気絶、相方気絶して一人ぼっち組もいると思うんで、ちょっと探し行きましょう。行きましょう、行きましょう。探しに行きましょう。うんうん。あ、今どっちから来ました？いや、僕たちほとんどね、動いてない。ここら辺？うん。ここら辺です。いや、もうなんなら最初に見た風景と変わんないですよね。変わんない。地下探検とかして、ああ、なるほど。よしよし。じゃあみんなで冒険行きますか。はい、あ、行きましょう、行きましょう。じゃあ。OK です、OK です。え、あ、待ってください。え、家ありません？あれ？なんか建物ありますね。あれ？村だ。無人島じゃないんですか？こもけり有人島。まさかの。待ってください。やばいのいますね、これ。なんか上から行きます、これ。ちょっと回り道しますか、これ。あ、確かに上ないっす、上ないっす。ありました、ありました。取り忘れじゃないですか、これ。持ってき忘れ。おやおやおや、開けてみますか。はい、行きましょう。せーの、はい、のドン。お、え、なにこれ、ボーンナイフと、なんか装備が見たことないやつありますね。ケイブマンブーツ、洞窟男、洞窟。パンツもありますね。ちょっと、あっと、水筒だ。水筒も入ってる。水筒いいですね。どうぞどうぞ。この装備ちょっと着てもらってみてもいいですか。これどうなんですか、これ全身ですかね。これ全身っぽそうですけどね。はい。原始人みたいになったんですけど、これなんか。なんか、すごい、強そう、強そう。なんか、どんどんなんか、失われてません？現在の知識が。退化してってますよね、これ。ちょっと露出多いな、これ、ちょっと恥ずかしい。エッチなやつだ。エッチな装備になっちゃった。恥ずかしいっすね、もうこれ。ちょっと背中とかがっつり開いてるな、これ。背中がバーン開いてますよ、これ。これは。さっきより装備は強そうですね、これでも。ああ、じゃあ、こっちの方が、じゃあ、上位互換みたいな感じなんですかね。なんですかね。寒さとか大丈夫ですか？寒さ大丈夫ですね。あ、じゃあ、こっちの方がいいんだ。なるほど。いいみたいですね。ちょっと他の家も見てみます。確かに宝がまだいっぱいあるかも。同じ装備あるかもしれないですし。完全に俺たち満足になりますって。もあります、あります。 ありますあります。見ますか、見ますか。はい、ありがとうございます。せーの、ほい、ドン。おー、肉だ、食べ物だ。しかも焼いてある。確かに焼き生地と焼き七面鳥。七面鳥ありますね。どっち方向行きます？待ってけ、海賊です。やばい、海賊だ。海賊だ。やばいやばい。なんか武器持ってますよ。え、うわ、本当だ。そうな武器持ってます。逃げなきゃ逃げなきゃ。やばい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 。2対1だな、ワンチャン。2対1いけますよ、多分。やっちゃいますか。森の中が入った瞬間やります。あ、もう多分あいつら逃げてるから余裕だなって思ってます、今。許せねえ。待って。え、後ろ行きます。これとハサミ打ちで行きましょう。縦使います、OK。はい、ナイスです。ナイスです、ナイスです。はい。いけ、お、逃げてる、逃げてる。うわー、倒した。え、なんかいっぱい落とした。やったー。え、なんですか、これ。なんか、急にハイテク。現代機器落とした。現代機器を。これがスマートフォンですかね。スマホ落とした、この人。トランシーバーですね。どうぞ。ちょっと僕機械音痴なんですよ。ああ、じゃあ右クリックで使用可能、3分間他の人と話すことができる。おお。おお。話します、話します。これ誰行きます、これ。結構いいやつですよ、これ多分。ちょっと、じゃあノアさん、船長と一緒に行こうとしてた。そうだ、確かに。絶対来るんだから、これ心細い。
さあ、はい、じゃあ行きます。はい、ノアさん、はトランシーバーを使用しました。あ、さっき配送に追加ジュースあったね。あ、そうなんですか。一応見よう。ノアさん、びっくりした。な、うん、なんですか。ユウくん、もしもし。夕暮れ頃。夕暮れ頃。もしもーし。日没の海岸に待つ。もしもーし。夕暮れ頃、日没の海岸にて待つ。もしもーし。もしもーし。もしもーし。トランシーバーでかけてまーす。え、トランシーバー多くないですか。待って待って、なんかめっちゃ。え、めっちゃ来た、めっちゃ来た。トランシーバー。え、あれ、ユアン君も。あれ、ちょうどちょうど。夕暮れ頃。日没の海岸にて待つ。日没の海岸にて待つ。何ロマンティックな。何それ。2人で待ち合わせしてたの今。うん。では、はい。どういうこと。え、なんかユアン君が今トランシーバーで電話かけてきて夕暮れ頃日没のとこで待つみたいな。日没のとこで待つ。日没の砂浜砂浜かな、海岸かな。俺、なんてタイミングで俺たち電話かけちまったんだ。タイミング最悪だ。最悪でしたね、今。なんか、ユアン君、あれなんですかね。ポエム書くようになったんですかね。私今、オンリーさんといます。あ、一緒にいるんですか。はい、オンリーさんと一緒にいます。ああ、まあ、なんともなほど、なほど。あ、じゃあ、そしたら、で、なんかドヌーが海岸沿いを、ん、島沿いかを歩いてるって言ってたらしくて、でもとりあえず、あ、なんか気づかないうちにたくさん情報が回ってる。お、俺たち何しましたそんな進んでたのなんて。オンディ、わあ、どうした。オンディに伝えないといけないことがあるんだ。なんだ、何。え、これトランシーバー中？日没頃。日没頃？夕暮れの海岸にて。はあ。待つ。それさっきなんか岩君も言ってたらしい。何？それだけか、おい。おい。そうですね。オンディ、それだけだ。もう一回頼む。では、また後で。日没頃。夕暮れの海岸にて。待つ。ありがとうございました。ありがとうございました。え、消えてった。もうトランシーバーで電話かかってきました。私もトランシーバーで2件ほど電話かかってきました。2件ほど。おお、忙しいですね。ユアン君がですね、日没頃浜辺海岸で待つらしいんで、多分太陽の方向に、夕暮れ時の太陽の方向に。全く同じことをオラフ君も言ってました。あ、じゃあみんなその作戦で行ってるんですかね。多いな、なんか伝言ゲームしてんのかな。確かに。じゃあ、今お昼だけど、太陽どっちだ。太陽こっち。今、沈んでるっぽいですね。こっちかな。じゃあこっちですね。割と近そうじゃないですか。近そうですね。みんな中の方にいるんですかね。いやそうなんですよ。そこがちょっと、うん、さっきトランシーバーでオンリーと話した。あ、誰かいる。海賊、海賊だ、海賊だ、海賊だ。でも4位、でも海賊追われてる、海賊追われてる。ちょっと、ちょっとイノシシを助けてあげよう。イノシシ助けてあげよう。ほらほら、おお、ナイス。イノシシ、イノシシ、イノシシが、もう一人、イノシシ来てる、もう一人来てる、もう一人来てる。倒しましょう。やれ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 、海賊やれ、海賊やれ。ほら大丈夫、気をつけて。ナイス。あ、ステーキ持ってる。あ、トランシーバーもある。こちらもトランシーバーゲットしましたよ。やった。見て、誰か攻撃力高いのかな。 6.1。 あ、高い。トランシーバー1個ずつあるんですけど。あ、そんなに。お、こっちもなんか落としたな。じゃあユアン君トランシーバー持っちゃっていいですよ。どうします、誰かにかけてみます。確かに誰かにかけたいですね。なんか集合したん、うん、ノアさんと、あ、確かに、うん、オンリーさん、オンリーに集合場所を伝えてあげるのいいかもしれない。あー、でもです、ね、あ、なんか目印どういうのがいいんですかね。か、太陽の位置だったらみんなわかるかな。でも今ます、どこだろう。あー、
太陽隠れとるな。うん、太陽あっちからでも登ってきましたよ。そっか、じゃあ夕日のタイミングで夕日の海岸線で落ち合うっていうのはどうですか。あ、真反対かも。いいですね。じゃあ日没の頃夕日の海岸にて待つってトランシーバーでお伝えください。ちょっとあの かっこよくお願いします。はい、かっこよくお願いします。はい、守ります。ノアさん、かっこよく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 、いけいけ、ひろくん、忘れただろ。お、いいよいいよ。日没の海岸にて待つ。いいね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 いいよ、かっこいい、かっこいい。待って、あれ人増えた人増えた人増えた、あれめっちゃ来た、めっちゃ来た。え、みんな大変。もう一回、もう一回言って、もう一回言って、もう一回決めゼリフ、決めゼリフ。夕暮れ頃日没の海岸にて待つ。いいね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 。よし、撤退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 。ではでは。ではナイス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 。何歳出すよ。あ、ナイスナイスナイス。なんなんて言ってました。え、何何何、え、なんでそんなロマンチックなのって。伝わったということで。伝わった伝わった。4人集まってきたんですけど、ね、え、でもオンリー合流したってことかな。それともちょうどトランシーバー使ったのかも。ちょっとオラクン頼んだオンリーに。あー、じゃあオッケーです。オンリー、オンリーに伝えないといけないことがあるんだ。日没頃夕暮れの海岸にて待つ。おお、いいねいいね。かっこいい。オンディ、それだけだ。来てかい来てかい来てかい。もっか、もっかい。もっかい。日没頃夕暮れの海岸にて待つ。ありがとうございました。いいね、多分伝わったぜ。ね、伝わったぜ、伝わったぜ。ね、いいねいいねいいね。よし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 。いい感じいい感じ。じゃあ僕たちも行かないと真反対だ。よいしょ。なんかすごい情報手に入れましたね。いや、すごい情報来ましたね、なんか。なんて言ってましたっけ。日没の海岸がうんちゃら感じ。日没の海岸で君を待ってるよだっけ、何でしたっけ。もしかして告白しようかしようとしますかね。なんかタイミング悪かったっすかね、もしかして。すごい。どうも。めちゃくちゃ俺たちが気まずい雰囲気入っちゃうみたいな。だって入った瞬間日没海岸で待ってるよみたいな、待ってるみたいなやりとりが呼び出してましたよ、あれは。あれ沈んでますよね。ああ、沈んでますね、あっち方向だ。じゃ あ僕らが最初にいた方向ですね、多分。一旦じゃああっち方向言えばみんないる説ありますよ。いや、そうですね。あ、これ目印ですか。なるほど。あ、もう道をちょっと作りながら行けば確かにいいですね。誰か気づいてくれ。また何ですかあれは。壊れた村みたいな。ちょっとまた見てみます。見てみますか。ただここ海岸沿いですよね。確かにここが。じゃあここでどっかで隠れてればもしかしたらあの胸キュンシーンが見れる可能性が。なるほど、確かにロマンチックですもんねここ。いいスポット選ぶな。そうかそうか、ここか。ドラマのロケ地とかになってそうな感じですもんね。完全に夕暮れですね。あ、じゃあ私こっちで待っとくんで、オンリー。あ、じゃあ待っていきます。いたら合流しますか。 OK です。では、ね、では確かにマイクラの使用上太陽が斜めに見えることはないね。どこにいても太陽は東ないわ、西に沈んでいくか西側に見えるはずなのよ。どの島かどうかわからないよね。いいのか本当に。トランシーバーをあんなひどい一言でね終わらせる、あっちもあっちやけど。あれ、あ、ほほ、メンダ、あ、ジャンプザットメンダ。なんか、え、やった、使い古したような何か。なんだ、え、ちょっと待って、今ちょっと
キュアン君とオラフ君からの伝言で、なんか夕暮れ時海岸で待つみたいな。ですね。そう、それを目がけてこっち来たんだけど、今、ノアさんと合流して、はい、二手に分かれてるから、ちょっと一旦ノアさんと合流しましょう。そう、僕らもそれ聞いて海岸沿い来たんですけど、肝心のユワン君がいないんですよ。本当にトランシーバーの無駄遣いでしょあれ。おなんか、あ、待って、みんないる気がする。いや違う、海賊に言われてる、海賊に言われてる、まずい。みんなこっち来たらダメです、こっち来たらダメです、こっち来たらダメです。海賊います、海賊います、海賊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 、やっちゃえ。もう行こう行こう、全員いるぞ。ナイス。水筒ゲット。水筒持ってない人、水筒持ってない人、どうぞどうぞ。持ってません。全然持ってない。あ、みんな持ってる。え、あれ全員集合？全員集合。全員。お、すごい。やったよかったよかった。よかった。やったよかった。やったやったやった。トランシーバーが。トランシーバーがやってんだった。よかったよかった。なんかここに来る途中に変な石像みたいなの見つけたんですけど、みんな見ました？え。石像？来てない。来てないです。来てない。あ、ちょっとみんなで探索行きます。すぐそこにありましたよ。こっちに。石像？あ、そこか。謎の。そこ一回近寄ろうと思ったら海賊に襲われました。あ、海賊のアジトかな。ああ。あれなんですよ、あれ。ドジェンさん、剣一個少ないっすか？いやいやいや、我らがドヌク先生見てください、この。え、それ。こっこれネザライトクリーパーみたいな。ネザライトクリーパー。ネザライトクリーパー。クレーバー。クリーバー、クレーバー、体験みたいな感じですかね。ごっつ。はい。海賊らしく奪いました敵から。はい。ジャパパさんのそれなんです。え、あ、確かに。なんですか、ブンブン振り回す系のやつですね。すげえすげえ。すげえ。面白い。ちょっと操作難しくて間違ってさっきメンさん殴っちゃいました。記憶は保証します。気をつけてください。怖い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 。危ない危ない。これなんだろう。なんか怪しいですね、確かに。怪しいけど何もなさそう。確かに。これだけか。これだけか。なんか真ん中の方とかあるんですか。ドドルさんだ、間違ってゴリラだ。いやいやいや、おかしいでしょ今のは。いや、なんか、いや、イーダンスもいかついゴリラが。え、なんかゴリラ早っ、足早っ。え、ゴリラ気をつけてください、ゴリラ。ゴリラ、なんか、なんか叩いて、誰か狙われてる。シルバーバングみたいなボスじゃないですか、それ。あー、白いっすよ。ほんとだ、そういうことか。強めのゴリラ出てきた。体が白いわ。おぇ、これ下に小道ありますけど。小道、あ、ほんとだ。なんかあんの？こっち側に道なのか。続いてますね。あ、本当だ、確かに続いてるかも。あるんですね。火山。あれ？あ、なんか、あ、見て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 。あれ？あれ？あれ船長？エリさん？みんな、え、どうした？助けに来てくれたのか。ありがとう、助けに来てくれたんだね、ありがとう。生きてたんですか船長。よかったよかった。生きてたよ生きてたよ生きてた、待ってたんだよみんなで。ヘラジカに負けたって聞いたんですけど。ヘラジカに負けた人がいるって。生きて死にました。ただ もっと序盤にもういたら先客がいました。はい。もう始まってすぐだったよね。確かに。あ、でも、え、これ壊せない。壊せない。え、壊せないんだ、これ。なんだって。なんで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 。いや、これは仕方がない。いや、仕方ない。いや、諦めた。待って。船長、船長。これは仕方ない。目の前にいるのに、2人のうち1人しか助からないパターンか。はいはい。違う、違うよ、違うよ、違うよ。わかんないやつ、見て、右、あそこにさ、なんか変な立ってんのよ、こっから見えるでしょ。ほんとだ。おぉ、また銅像が。絶対にあそこに俺たちを助けるヒントがあるんだ。え、何？噴火してる噴火してる。噴火してる。なんか、うわあ！あ、穴が開いた穴が開いた。開いたぞ。開いた開いた。なんか今特殊能力使った。助かった。やった。やった。やった。びっくりした。何あれ？完全に自然が味方してる。合図とともに今。よし、おめえら秘宝を取りに行くぞ。おお。ついてこい。船
長何が大丈夫なんですか船長。船長転倒で大丈夫ですか。船長腹立つよ。船長なんかここら辺熱くないっすか。確かに熱い。みんな自己免疫がやばいな。でもここの明らかになんかあるよな。怪しい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 よな。違法か。遺跡が船長とりあえずこの武器をお使いください。ありがてえ。船長じゃあ船長この焼きガニあげます。焼きガニ待ちえて。あじゃあ船長これヘラジカ肉です。あヘラジカ肉肉ヘラジカ肉。船長ヘラジカの肉じゃねえか。肉系あのヘラジカのあいつやべえからな。よしみんな行くぜ。おー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 船長見せてください。何あれ船長やっぱ帰りますか。船長これやばいって。船長船長船長やめましょうよ。映画で見たことある映画で一旦近くまで行くぞ。これは船長これは船長もうやばいんだろ。引かれたらダメなやつだこれは。死ねやばいですこれ。誰から行く誰から行くこれ。店長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 こんなのは慎重に行けばいいだけだから。確かに落ち着いて。待って待って待って。余裕そう。あいいっすねいいっすね。どうよどうよ。怖い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 。おお。いや一気に行ったらダメっすよ。一気に行ったらダメっすよ。あれ怖い船長ダメだって船長船長船長いやみんなの安全を守るために後ろだよ。なるほどね船長さすがです。さあ行け次。え何これ何これですか。これは芸骨か。芸骨この部屋に隠されている石像を見つけ正しく配置せよだって。あこれじゃないですか石像。石像ありました。でも隠されてるからこれと同じやつを見つけろってことじゃない。なるほど。あ激怪しいチェストありますよ。こっちにチェスト。あそういうことか。見てこれなんかお猿ゴリラみたいこいつ。激怪しいチェスト。チェストチェスト。どこ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 。激怪しい。これは本当だ。開けるか。船長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 代表して開けてドカンないよな。いやいやいや船長お願いします。船長いやまあまあまあ。おお船長4で4ってでかい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 。船長重くないですかそれ。重すぎる。もうさすが船長。置いて4って4。あーこうか緑だもんこっちですかねこいつ。場所も確かに関係ありそうです。変なとこ行っちゃったごめん。あー4だからな。でかここにもチェストある。ここにもじゃあみんなこれを集めて。あじゃあそういう感じで。そういうことか。あったあったあった。はいこれなんだ。あと1個あと1個あと1個はどこだ。みんな緑だ。あれすごい気づいたらパズルが終わっていた。あーもうできた。みんなすげえや。あれ決定がある。決定ボタン決定ボタン。よし押してみてくれ船長。押しまーす。はいこれは大丈夫だ。さすがに。おおなんだなんだなんだこれ。すげえなんだなんだ。石像が動いた。なんだなんだ。はまった。なんだ。一緒に並んだ方がいいですか。おお一緒に記念撮影。ええおいあれ何見えない。暗い。どこだよ。なんだ。何ここどこだよここ。えどこ。何これ。地下落とされちゃったんですかね。地下。
え？え？なんだこれ。ヒロはどこですか？なんかどっかの地下っぽいですよね。あ、待って、なんか向こう。あ、向こうになんかある。向こうになんかある。なんかあるある。はいはいはい。え？お、ようやくお宝か。お、お宝。怪しい、でもなんか。お宝じゃないですか、あれ。お宝だ、お宝だ。ダイヤ。お宝だ。めちゃくちゃブロックある、すげえ。金にダイヤに。俺の問題、俺の問題。船長、船長、船長、船長。俺がみんなに分けるから。あれ、船長、なんか。船長、船長、まずい。ダメだ、船長。船長。おお、船長、船長、うわー、ドラゴンだ。ちょっと待って、やばい、これやばい、うわどうすんだ、やばいやばい、倒さないといけないな、あいつを戦えってこと。え、いや危ない、あんなんどうやって倒すんですか。無理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 、船長やばい、どうせどうせ倒すしかないのか、倒すしかないか。作戦は、ん、何作戦、作戦、いやもう作戦、倒すしかない、倒すしかない、倒すしかない、これ僕行ってきます、僕行ってきます、弓矢なんか持ってるしかない、了解。あ、持ってないですね、打ち返せ、打ち返せんじゃない、これやべやべ、ほら、打ち返せ、ないです、打ち返せ、打ち返せんじゃない、ほら、ほら、打ち返せ、ほら、打ち返せ、嘘でしょ、船長、いった、パンパンなのこれ、あ、一発、やばいやばい、どの草もやられた、そんなバカな、やばい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 、食料がもう足りない、3人行かれたぞ、もう3人行かれた、なんだこれ、方向怖い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 、ひるんでるひるんでる、動きを見ながら、やばい、これ来るぞ、みんな命大事に、命大事に、あ、後ろからやる、もう殴る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 、やっちまえ、やっちまえ、ほら、やっちまえ、いって、やばいやばい、やばい、なんだなんだ、逃げるぞ、まあまあいて、なあ、歩いてた、いや、やばいやばいやばい、火炎放射中がチャンスかもしれないな、これやばい、確かに、これ気をつけて、気をつけて、これもよければ、え、なんだこれ、なんだ、飛んだ、空飛んだ、空飛んだ、うわ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 、下にいるとまずい、うわ、今雨みたいな、気をつけてみんな、やばい、遠い遠い遠い、どこまで行っちゃうんだ、どこか行ったぞ、やべえ、帰ってきた帰ってきた、いや弓があればな、弓が欲しい、そのモーニングスターで何とかしてくれよ、振り回すか、追いつかね追いつかね、遠い、やばいやばい、正面だ、これ気をつけて、これ危ない、もう一丁くれよ、いける、今だ今だ、足元いける、今チャンス今チャンス今チャンス、はい、減ってる減ってる減ってる、いいぞ、気をつけてみんな、おばさん大丈夫か、おばさんおばさんおばさん、やばいやばい、まずまた来るぞ、どっか行った、来るよ来るよ来るよ、その攻撃が、火の雨だ火の雨、ナイスナイス、メンタルだ、足速い、あいつ足速い、あいつやばい、やばい、おぶない、やばい、いけるいける、今だ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 、チャン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 、おいける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 、やれるやれる、うわぁ、よくしまった、でもあとちょっと見るだよ、あと見る、あととどめを刺すんだ、みんなとどめ刺す、あいつ強すぎる、強すぎる、どんだけ簡単に人持ってくんだけど、攻撃力高すぎる、さすがドラゴン、いけ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 やばい、やったやった、いけ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 、逃げるなって、逃げるな、ほら、やった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 ぞ、やった、うー、倒した倒した、やっと倒した、うわー、見て、うわすげえ、すげえ、無事ドラゴンを討伐したメンバーはお宝を船に詰め込み無人島の脱出に成功した、やったーやったちょっと半分以上のメンバーを失ってしまいましたが
じゃあちょっと新船長、ジャバー船長お願いします。ちょっといいんですか。ジャバー船長ほとんど何もしてないんですよ。ついていきます。僕たちはもう掃除係から掃除係から大出世じゃないですか。ジャイアントキリングが起こってるもう船長いなくなっちゃったんで、これ僕とメイさんの狙い通りに なりましたね。計画通りってやつ。嘘でしょあの檻の中で恐れていたことが起こった最初からの全て狙い通りになった恐ろしい。ここまで計算してたのはい、ということで、今回はこちらの、無人島からの脱出、なんともう半分以下のメンバーになってしまいましたが、無事お宝獲得成功いたしました。イエーイ、やったー、やったー。ちょっと僕たちは、新海賊団としてジャババ船長のもと、航海を続けたいと思います。仲間の、思いを胸に航海を続けたいと思います。頑張ります。今回、コラボしていただいた、カラフルピーチの皆さんのチャンネルリンク下の概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらのチャンネルもチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃねー。バイバーイ。待ってあれなんだこの子は船長死なねー。うわー、やばい、亡霊が見える。亡霊がまだ死なねー。幽霊船だ。やばい、怖い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 。危なかったぜ。あ、生きてたんすか生きてた、よかった。無事宝はあったようだな。やりました船長。船長やりました。やった。どうやっても知らねえよ俺は最高になる男だよ本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。